どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。今回はこちらの2周年大感謝4連福袋を5回、合計20連引いていきたいと思います。はい、と言いますのも、この福袋スカウトは A ランク以上の自チーム選手が1人確定となっておりまして、はい、こちらを見ていただきたいのですが、オーダーメニュー、オーダーメモ、こちら、はい、こちらのですね、オーダーが、まあ、本当にもう今週末にも移行すると、思われるリーグオーダーになっております。はい、このリーグオーダーを見るとですね、まあ、まだ A ランク持っていて育ってなくて限界突破できていないものもあるんですが、このロッテの角中選手と、あとはですね、この阪神の桑原投手、この2選手以外はなんと全員極みになるんですよね。しっかり育成を進めると。はい、ということで、しかもこの2人も両方とも限界突破4回までは進むというところで、僕リーグオーダーの選手を全員極みにするのが目標というかずっと夢だったので、これは全然狙えるなというところまでやってきているので、まあ今回はですね、まあロッテで、そうですね、では角中選手の方が A ランクもう1枚もなくてっていう状況なんで、ロッテで12連、まあそれまでに角中選手が出ればもちろん阪神に即移行して、引いていくという形にしたいと思います。12連で出なければちょっと気分転換に最後8連分は阪神で引こうかなというところですね。はい。で、一つ気をつけておきたいのが、まあタイミングによっては自分が狙ってる A ランクがまだ出ていなかったりするので、そこはね、しっかりこうやって見たりして気をつけましょうと。はい。特に完全移行とかした場合は、しっかりと気をつけておかないといけないですね。今回はもうね、ちゃんと両方登場しているのは確認済みです。ということで、はい、引いていきましょう。いやー、本当に気がつけばこんな状態になっていた。あと2回ですよ。なのであと2回限界突破すればリーグオーダーが全部極みになるというところでございます。まあさっき見たところだとまだ継承をやってなかったり、まあ A ランク本当にね今育てていたりっていうところなんで、はい、行きましょう。ちなみにですね、今日から経験値が 1.5 倍になりまして、で土曜日から多分 1.8 倍になるんですよね、あの塔のやつで。まあその辺をうまく使おうと思ってます。なんで今日からまあ結構本腰入れてレベル上げやっていく感じですね。はい。さあ頼む、角中大谷。まあこれはですね、結構いいスカウトだなと感じていてですね、というのもまあ10連で A ランク以上の自チーム選手1人確定とかじゃないですか、いつもだとよくて、まあ、それが4連で1枚確定なんで、特にですね、まあ、僕みたいにこうやってピンポイントで狙ってる人にとってもいいと思うんですけど、純正チームを作っている方っていうのはなお嬉しいのかなと、まあ思いますね。はい。だってこれロッテの A ランクしか出ないわけですからね、今ロッテの純正作ってるよなんていう方はね、こうやってロッテで引くと、まあもう、まあ、ほぼほぼそうですよね、限界突破が進んでいくと。これ純正チーム作ってる人にとってもめちゃめちゃ美味しいスカウトですね。むしろ上よりもこっちの方がいいんじゃないか。まだある、そらないか。選択系アクションもついてくるしな。枠い。ただロッテの選手は角中選手以外は全然使ってない。いくよ、ロッテ最後。ロッテ最後、頼む、角中出て、マジで頼む。全員極みに目指していきたいんだよな今後。ん？うん？お？ふっ、うわー、じゃ、まあこれはこれで嬉しいですけどね。はい。まあというところで、ロッテはダメだったと。はい。ということで、次阪神でちょっとね、切り替えて引きましょう。よし、阪神、桑原投手行きましょう。アニバーサリーのおかげで9位が A 超えていて、なんなら称号つければ、コントロールもね、1個上がってくれれば A になるので、1枚と言わず2枚欲しいですね、あと。はい。まあでも本当に今回気づいたんですけど、このガチャは悪くないなと思いますね。はい、純正作ってる方にとっては本当に悪くないガチャだな。待てよ。まあでも阪神は意外と待てよとかも解放したかったりするし、僕にとっては悪くないかもしれないですね。はい。まあでも純正作ってる場合は OB とか TS の選手ももちろん入れることになると思うんで、まあその辺は難しいですけどね。はい。くそー！くそー！いやー、
脳収穫か。まあそうですね。というのも今両方出ますもんね。はい。まあまたこういうのが来ればね、今後自チームの A ランク自チームとか確定の場合はこうやってロッテと阪神でね引いていこうかなと思っていますと、まあいうお話でございました。はい。そうですね、今シリーズ1もしっかり出るんで、シリーズ2だけだったとしても結構もう人数増えてますもんね。シリーズ2の A ランクでももう 1,2,3,4,5,6,7 7枚もあるんで、まあまあな数ですね。はい。まあということで、この辺はなんかねイベントとかがまたうまく絡んでくればね解放を狙っていけるんで、ちょっとなんかイベントとか絡んできてほしいなという気持ちはございます。はい。まあそんな感じでしたね。はい。ということでこちら、育成もめちゃくちゃ頑張っておりますと。はい。先日 S ランク選択契約書で手に入れたばかりのロッテの角中選手に関しても、もうレベル64まで育っているので、まあここが一番育っていないラインですね。はい。あとですね、このバンデンハーク投手、マイコラス投手っていうところがレベル70になってくれば、まあ先ほどお話ししていたリーグオーダーの方に完全に移行できると思いますので、まあ今日からね 1.5 倍期間に入ってきているので、本当にここからしっかり頑張っていきたいなと思います。はい。まあ特にですね、やはりこのバンデンハーク投手が9位 A を超えてきて、まあそのおかげでついにねリーグオーダー、まあ9位 A 以上の選手を8人入れるっていう方をね、投手の方でも、そういったコンボを発動させられるようになるので、そこが本当に大きいなと、まあいうところですね。はい。まあというわけで本当に育成もねしっかり頑張っていきたいと思います。まあただですね、こういう S ランク系と、まあ母体の選手はそろそろ育ちきりそうなんですが、まあ先ほどもお話ししていた通り、限界突破っていう点で言うと、例えばまだこの DeNA の宮崎選手は4回も A ランクをレベル60、もしくは特訓レベルマックスはちょっと厳しいんで、まあ A ランク、レベル60まで持っていかないといけないですし、桑原投手もね、あと2人かなは、いるので、まあここもしっかりやらないといけないと。まあここですね、特に、DeNA の宮崎選手 A ランクいっぱい持っているんだけれども、まだね限界突破は進んでいないので、まあ本当にしっかり育成というものをやっていきたいなと、まあいうところですね。はい。でですね、今回この 1.8 倍の期間にですね、 B ランクの選手とかを育てまくって、ちょっと経験値に変換しておこうかななんていうのも考え始めました。はい。というのもやっぱりこのゲームね、こうあのストックがないと本当に手に入れてからなかなか、育てるのが難しいなというのを感じているので、うん、ちょっとそれやっておいてもいいのかなと、まあいうところなんですよね。はい。経験値ストック本格的に始めようかななんていうのも思っておりますと、まあいう話でございました。はい。でですね、このまあ2日ぐらいなんですけど、ちょっと今移行してる途中で、まあバンデンハークをまだ入れられないとか、野手枠で角中使えなくてロッテ枠はここっていう関係で、松井裕樹投手にですね先発を任せているんですね。ちょっとスタミナ的にも適性的にも、まあ限界突破は進めているのでスピリッツ落ちないんですけど、怖い部分はあるので、本当に早くちょっとね、いろいろと進めていきたいなと思っております。はい。ちょっとこれ怖いですね。はい。で今回動画の最後にですね、以前生放送で被ったこちらの住谷銀次郎選手の、称号付けも行いたいと思います。あの時はまだこの住谷銀次郎選手がレベルが全然上がってなくて、称号がまだ、すぐはつけられなかったんですけど、もうレベルマックスになったので、まあしっかりと称号をね今回つけてあげようかなと思います。はい。こちらの住谷銀次郎選手なんですが、まあ将来的には、正捕手を任せようと考えておりまして、頑張ってね超特殊能力捕手レベル5まで上げてきました。これめちゃめちゃ大変ですよね。本当に特殊能力レベル5に上げるのは本当に大変だったんですけど、まあ僕特に捕手に関してはしっかりとレベル5まで上げたいなというのがあるので、まあ頑張ってきましたと。はい。まあ捕手枠はねできればまた、まあそろそろ追加があると思われる OB で固められるといいんですけど、まあまあまあとりあえずそれまではこの住谷銀次郎選手でいきたいと思ってます。はい。もうこの古田さんね、能力はもちろん強いんですけど、スピリッツが300低いのと特殊能力も1個少ないっていうのがね、そろそろ気になってき始めましたね。はい。ちなみに4番の、ね、超特殊能力もレベル5まで頑張ってあげております。最近はこの特殊能力も頑張ってあげているというところですね。はい。というわけで最後の最後に称号をつけましょう。上級機能から称号。今回は同値を特に狙っているとかっていうわけでもないので、アイテムは温存しておきたいと思います。え、2つもあったんだ。なぬ、もう1枚あったか。 OKOK。 あ、そうだそうだ、もう1枚作ったんだ。ということで、じゃあまあ両方使おう。
サポートアイテムこれで16枚か。3人しか使えないわけね。おお、星2。まあまあまあ普通に嬉しいと。いや、これはもういっちゃいましょう。このむしろ僕はアイテムが欲しいまであるんで、サポートアイテムが OK。 あ、ラン&ガンも来たか。どっちにしよう。両方星2。ミートプラス1、パワープラス1。これはミートパワーの方ですかね。はい、こっちにします。 OK。はい、というところでございました。というわけでですね、この称号付けまで含めて本当に最近は育成頑張っているので、まあ引き続きね、プロスピースどんどん動画出してほしいという方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ただいまね、月1プレゼント企画でチャンネル登録&高評価で、iTunes コードもしくは Google Play コード1万円分が当たるプレゼント企画も行っております。はい、明日の一番最初に出す動画の概要欄で、まあ10月分はとりあえず発表なので、ぜひですね、楽しんでいただいた動画にはチャンネル登録や高評価していただければプレゼントがね、当たる確率もどんどん上がっていきますので、たくさんの動画楽しんでいただければと思います。来月も引き続き行う予定なので、ぜひ来月の動画も楽しんでください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、引き続きプロスペース頑張っていきましょう。エージェントエースの動画もね、今週2本ぐらい出せればいいなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。